金子健太郎、金子健太郎、金子健太郎、嘉永6年2月4日、1853年3月13日、から1942年、昭和17年5月16日は、明治期の官僚、政治家、司法大臣、農商務大臣、数密顧問官を歴任し栄転は、11位大訓白爵伊藤美恵寺、 井上岳らと共に大日本帝国憲法の起草に参画。また、皇室転範などの処方典を整備した。日本法律学校、現、日本大学初代校長。日露戦争においては、アメリカに渡り、日本の戦争遂行を有利にすべく外交交渉、外交工作を行った。また、日米友好のために尽力し、日米同士会の会長となる。 メガタ太郎や相馬長種と時同じく、アメリカに留学し、ハーバード大学ロースクールで法律を学び、帰国後、東京帝国大学の初代、行政法講座初代担当者となる、1886年から1888年まで。数日古問館、日本大博覧会会長、日本即帰会会長、語学協会総裁、東京大博覧会会長などを歴任。 後との維新誌編纂会の発足に関わり、臨時提出編集局総裁、明治天皇期編纂局総裁、維新資料編纂会総裁を経て、提出編纂局総裁、明治天皇期完成の行により、白尺を除尺。嘉永六年、1853年2月4日、福岡藩士勘定諸父、金子製造直道の長男として、 筑前国沢原郡鳥海村あざ四丹田、現在の福岡市中央区鳥海に生まれる。陽明は徳太郎。万栄元年、1860年より、金山和蔵、ついで翌年より、正木正美に支持し、漢学修行に入る。文久三年、1863年1月、藩光、周遊館に学ぶ。慶応四年、1868年4月。 七、製造をなくし、家督を相続するが、製造は一代限りの生涯支分であったため、史跡を失い重仕組みに編入され、鉄砲をと役所使い版、一ヶ月後に中盤、ついで勘定所給仕となる。重仕組みの株を購入、四人、淵十二国を得る。明治維新後、周遊館での成績が優秀であることから、永代支分に列せられ、秋月藩へ誘学を命ぜられ、 さらに過労から東京留学を命ぜられて、元昌平高中博士で、松山藩第三次、藤野正弘の漢学塾に所属。明治四年、1871年、岩倉施設団に同行した藩主、黒田長近の随行員となり、タ拓マと共にアメリカに留学。はじめは、ロストンの小学校、グラマースクールに入学、飛び級で卒業し、中学校、 ハイスクールに入学、中途大学後、ハーバード大学法学部、ロースクールに入学。ハーバード大学入学前に、ボストンの弁護士、オリバー・ウェンデル・ホームズユニア、後に、ハーバード大学教授、連邦最高裁判事に指示し、ヘンリー・スイフトとラスル・クレイの共同法律事務所に、通い勉強をする。ホームズの指示で、ブラックストーンの、英法中会、メインの、古代法、 カトルファージュの古代都市、モルガンの古代社会を読む。ハーバード大学入学後、コムラ・ジュタロと同宿し、勉学に励む。在学時代、やはり、ホームズの指示で、ハミルトン、マディソン、ジェーラーのザ・フェデラリスト、ハラムの英国憲法史、ルイースの哲学史、ラボックの文化史を学ぶ。またジョン・フィスク、ハーバード大学哲学教授にも、 個人的に教授を受け、ハーバード・スペンサーについて学んでいる。学外では著名な政治家、議員、文学者、哲学者、ジャーナリストと交際。在学中に、大学の OB である、セオドア・ルーズベルトと面識を得る。また、上院議員、チャールズ・サムナーの発言からエドマンド・バークの存在を知り、サムナーの愛読書でもあったバークの著作に親しむようになった。 ハーバード大学を卒業し法学士の学位を受領、都市民権制者の社員となる。この頃、小野あずさ、馬場達平と共存同州に所属して、英米法制度に関する論文作成、陪審員制度の提案、憲法試案の作成、演説会、講演会などをして、活発に自由民権運動を行う。1880年、明治13年、 亡名者の同志、河津博之と沼森和の紹介で、元老院に出資。同年、青森県令山田秀則の次女、靖子と結婚。当時の理想的な自由民権派に対抗する、保守前進の理論がないか元老院副議長の佐々木、高幸から質問があり、これに答えて、エドマンドバークの名を挙げ、その著作のうち、フランス革命の政策、新ウィッグから、 キューウィックへの上その二章を名著として紹介する。やがてこれが元田長ザの目を経て明治天皇に法定される。また、毎週日曜に参議の山田昭義にバークについて抗議する。後にこの二章を省略し保守主義の政治思想をまとめた政治論略を刊行する。元老院見学の総理秘書官に就任、後に大書記官に昇格。この頃、 北海道視察の後に開拓に関する憲白書を政府に検議。憲白書では、阿網走修士官、市走刑務所の囚人、思想犯多数を開拓や道建設に従事させるように提案した。大乗関係大書記官権限老院権大書記官、制度取調べ局御用係を経て、数密院書記官県議長秘書となる。内閣総理大臣秘書官として、 伊藤博文の下で、井上岳氏、伊藤美代次らと共に大日本帝国憲法、皇室典範、諸法典の起草にあたる。後に、憲法制定の功績により、断釈となる。その後、1889年、明治22年から翌年にかけて、欧米諸国視察。帰国後、日本法律学校、現在の日本大学初代校長就任。貴族院直選議員。 初代貴族院書記官長。さらに、国際広報学会会員として、スイスジュネーブでの国際会議に出席。それからは、第2次、伊藤内閣の脳商務次官、第3次、伊藤内閣の脳商務大臣、第4次、伊藤内閣、司法大臣を歴任。1904年、明治37年、第1次、桂内閣は、ロシアとの改戦を決意し、 同年2月日露戦争が勃発すると、ハーバード留学時代に、セオドア・ルーズベルトアメリカ大統領と面識があった、金子は、伊藤博文枢密院議長の説得を受けて、同月末出版の船で渡米、ルーズベルト大統領に常に接触し、戦争遂行を有利に進めるべく、日本の広報外交を展開した。1905年、明治38年8月。 スポーツマス会議第7回本会議において、賞金問題とカラフト活動問題で、日露双方の意見が対立して交渉が暗礁に乗り上げたとき、外相でもあった小村寿太郎前県より来を受け、ルーズベルト大統領と会見して、その援助を求め、講和の成立に貢献している。金子が帰国したのは、同年10月のことであった。翌1906年。 明治三十九年には、数密顧問官に任じられ、自ら憲法の番人と称した。日露戦争後は、数密顧問官のほか、日本大博覧会会長、日本即帰会会長、語学協会総裁、東京大博覧会会長を歴任。この間、死釈に助釈される。また、後の維新主編纂会の発足に関わり、臨時提出編集局総裁、 明治天皇期編三局総裁、維新資料編三会総裁、提出編三局総裁などを歴任し、明治天皇期完成の功により、白尺に、小尺、さらに、維新氏を法定する。東京上野日本美術協会で、大橋緑一百、幅天の北起人として開催する。君一等局実投課大受賞を受ける。生涯にわたり、日米友好のために尽力しており、 上述のジュネーブ国際会議出席後はアメリカを経て帰国しており帰国後渡米中に調査したことをまとめてトラストの利害米国経済と日工業銀行等を発表日本において憲法制定の項により断尺となった後ハーバード大学から憲法制定等の功績により名誉法学博士号を受けている米ネトモ協会会長日米協会会長を歴任した後 香川豊彦、松田武千代、三木武雄らと共に日米同士会を立ち上げて会長となる。晩年には日米海戦を有料していた。1942年昭和17年死去。去年90日付は明治5年までは旧歴。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。